セーラファエル・アルナイス・バロンは、スペイン人のカトリック修道士、カトリック教会の聖人で記念日は4月26日。20世紀に生まれ、20世紀に死んだ聖人である。セーラファエル修道者は、修道名であるマリアラファエルで知られている。また、劣勢前は、マリアラファエル・アルナイス・バロンとして劣服されていた。 ラファエル・アルナイス元律師東海修道士は1911年4月9日の枝の手術にスペインのプルゴスで富裕な商人の一族である父ラファエル・アルナイスと貴族階級の家系である母メルセデス・バロンでアルナイスの4人兄弟妹,妹の長男として生まれた。後に弟ルイス・フェルナンド妹メルセデスは兄ラファエルと同じ修道士・修道所の道を歩む。 父のラファエル・アルナイスは裕福な三輪技術者であった。母のメルセデス・バロンは文筆家、時事評論家であり、彼女の兄はレオポルド・バロン負けダ男爵である。ラファエルはおじであるレオポルドをポリン、おじさんと呼びし立った。新人の面では毎晩ロザリオの祈りを家族で行う信仰深い家庭に育った。貴重面で何でもきちんとしていないと気が済まず。 慣れ慣れしさを好まない性分であったが、召使いたちは彼から厳しい言葉を受けたことはないと回想する。イエズス会が運営するオビエドの学園においては、トンボ帰りが好きで数学の成績が良く、勤勉で貧困の良い、常にクラスの上位にいて、学内のシツエパノフのスタニスラウス新人会の役員として新人部会中学、高校生活を送った。この頃、 絵画を本格的に学び始め、ラファエルの生涯の趣味となる。1929年高校を卒業すると、おじであるマケが男爵家のアビラにある別荘に滞在し、現立指導会聖石泥修道院の修道士が、歌うサルベレジーナに心を奪われ、修道会への入会を決心する。聖石泥修道院の前継1930年、マドリッドの大学に入学し、建築学を専攻する。 企学の勉強に苦しみつつも、タバコを愛し、街中のレストランを知り尽くし、寮の友人と学生生活を謳歌したが、修道生活への憧れは闇がたく、1933年、聖石ドロトラピスト修道院に入会を申請した。これを知った、周囲の人々は、あんなハンサムなのに、神様ももったいないことをすると、評したという。 1934年1月修練院に入ることを許され、初誓願を立てて、マリア・ラファエルの名前を取り、修練者として修道士への道を歩み始める。マリア・ラファエル修道士は、トラピストの戒律である沈黙を愛した。しかし、彼の修道生活は、病による中断をたびたび繰り返し、その死まで通算しても20ヶ月に満たないものだった。 入会までの彼の生活は、快活で健康にほとんど問題ないものであった。しかし、入会から半年足らずで、若年性糖尿病と診断される。当時としては、不治の病である。1934年5月、マリア・ラファエル修練者は、渋滞に陥り、自宅に帰され、食事療法とインスリン注射による療養生活に入る。この時から、 1> 約一年半の闘病生活が始まる。病の中で彼の神への感覚は研ぎ澄まされる。親族への手紙の中で彼はこう書いている。多くの苦しみのうちに神が少しだけ現れてくださるとき、それが一瞬であってもちょうど熱で水が沸騰するように心は愛で動きます。その後再び十字架に戻るとしてもそれは良いことです。 1935年12月の手紙には次のように記す。海の中に一粒の塩を落とせば溶けます。砂を落としたらどうでしょう溶けません。私たちは一粒の塩のように神に溶け、神の中消えるように努めましょう。私がもう溶けているとは思わないでください。確かにそうなっていません。私はル流で真っ黒いものです。 1935年12月病状が回復すると、おじ、レオポルドのアビラの別荘で西洋に入ったが、そこから修道院への再入会を申請した。大修道院長にあて、彼はこのように書いた。まるで近いうちに起きる死を見通したかのような内容である。ただ神の傍らにいること以外に何も望んでいない、貧しい私を受け入れてくださるようにお願いいたします。 私は修道司祭になるに値しません。ミサを立てることは主よ、近いうちに亡くなってあなたにお会いできるのですからミサを立てなくてもいいです。1936年1月修道院は彼の再入会を許した。これは特別な計らいであった。修道院では修練者より下の献身者として病室で暮らす宿泊者の扱いであった。 マリア・ラファエルの家族は修道院にその費用を負担することを申し出た。この頃、スペインは内戦状態にあった。1936年9月、マリア・ラファエルは徴兵を受け修道院を後にするが、身体検査で不合格となる。彼は最後の修道院への再入会を認められた。修道院で彼はノートにこう書き記した。今日 1936年8月2日、私たちは全員で平和を祈願し、死者のために祈り、多くの罪を償い、聖なる御心にすべてを一致させ、譲り渡すために、終日生体訪問をした。神はきっと聞き入れてくださるに違いない。というのは、神は善なるお方だから。とにかく、私たちの戒律遵守、断食、祈りは十分ではない。これは、 海の中の一粒の小麦に過ぎない。全人類の死でさえ、ただ一つの滞在を償うために足りない。無限なお方への罪は無限である。神は、なんと、偉大だろう。人間は、なんと、愚かだろう。1937年1月、マリア・ラファエル修練者の病状は再び悪化した。修道者として働くことができず、終日病室において帰居する日々が続く。 この中で彼の霊性は極限にまで高められていく。彼の内政の奇跡は私のノートと題された一連の文書とおじ、両親への書簡に残されている。聖者マリア・ラファエルの聖母マリアへの賛美とトマスは、ケンピスのキリストにならいてへの聖殺は病の中で着実に深められていった。1937年2月、マリア・ラファエルは自宅に帰された。 アビラの自宅で絵筆を取り、いくつかの作品を残しつつ、修道院への帰還を望んでいた。1937年12月彼は修道院に戻った。すでにマリア・ラハエルは病室で寄居する身であった。1938年4月13日彼はこのように記している。無用な自分のことを考えるとき、本当に恥じる。神に対してすべきことはたくさんあるのに、 祈りも木想も読書もよくしない。仕事といえば、ほとんどしない。食べて寝る。動物のように食べて寝る以外はしない。このように続けられないし、続けてはいけない。しかし、どうしたらよいのか。無用で病気である我ならファエル修道士よ。各瞬間に意向を確かめ、神を愛し、すべてを愛によって愛を持ってすればよいのだ。主よ、もうやっているのですが。 下手にやっています。謙遜がない。自分の思い通りにしたい。苦行の時にも自分の意志を探している。神よ、あなたの御胸を果たせるように助けてください。自分の弱さと無用さを持ちながら、あなたに使えることができるようにしてください。大修道院長は、彼に司祭となるためのラテン語と天礼の勉強を進めた。生きる希望を与えるためである。マリア・ラファエルは、 司災は愚か、自分が、検診者から、元の修練者として、修道士の生願を立てる、可能性もないことを自覚していた。大修道院長の、司祭にはなれたくないですかという問いに彼はこう、答えている。大院長様、どうでもいいです。トラピスト修道者でありさえすれば、除解されても、されなくても結構です。聖医師泥修道院の一室にある、 セーラファイルアルナイスバロンの石棺マリア・ラファエルは死の瞬間までトラピスと修道者でありたいと願っていた。1938年4月復活祭に際して大修道院長はマリア・ラファエルに修道士の身分のものだけが着用できる純白の修道服ククラと黒いスカプラリオを与えた。マリア・ラファエルは歓喜してそれを受けた。一時は 病状が全開したかのように見えた。しかし、すぐに、彼は、その栄誉が、単なる虚栄をもたらすものでしかないことを、自ら認め、静かに最後の時を待った。4月26日、マリア・ラファエルの容体は急変し、彼は献身者の身分のまま、死亡した。臨終に際して、彼はこう残した。私の終わりはすぐです。もう天国に行くでしょう。 マリア・ラファエルの短い生涯における短期間に高められた極めて凍徹した冷静を世間に知らしめたのはその母であるメルセデス・バロンの功績によるところが大きい。彼女はマリア・ラファエルの書簡集、ノートを遺行集としてまとめ発行した。彼女はマリア・ラファエルと娘メルセデス、夫・ラファエルに先立たれ1957年に死亡した。 マリア・ラファエルが敬愛した叔父レオポルド・バロン・マケダ、公爵は彼の商伝をトラピストの秘密として出版した。彼の伝記と移行集は各国語に翻訳され静かな感動を呼んだ。便利で快適な都市生活を謳歌する典型的な現代の青年が修道院の暖房器具もない木の硬いベッドで生活し、一日中沈黙の戒律を守る生活を選び取るまでの奇跡、そして 婦人の病の中で、ただ、ひたすら神への賛美に生きる、その研ぎ澄まされた感覚と冷静は、そのこと自体が奇跡的ですらある。その後、1960年代に劣勢運動が起こる。マリア・ラファエルの取り継ぎとされる、いくつかの奇跡が報告され、ついに、1992年9月27日に、ヨハネ・パウロ二世によって劣服され、 今日のキリスト社青年の一つのモデル像と紹介された。その列腹式の場には、実定のフェルナンドの姿もあった。2009年10月11日に、ベネディクト16世によって劣勢された。劣勢後の、ーラファイル・アルナイスは、糖尿病患者、世界青年の日、ワールドユースデーの守護聖人とされている。聖医師ドロ修道院は、2011年彼らの、 兄弟である成人の生誕100周年を祝った。ありがとうございます。